多分証拠構造的に絶対勝てないと思います、うん、小沢くんが一番かわいそうだよ。分身オンラインに洗脳されて裏に絶対反射的なやつがいて。どうすか松本人志、めちゃめちゃ YouTube 儲かったんすけど。いや俺もだから、ま、松本人志語ったら200万ビュー超えてますよ、ね、すごい。だから結局みんなあれ儲かるんだよね多分ね。で分身も儲かるし、結局みんな儲かるからやっちゃうんだよね。あれどうですか編集者としては。茂木さんツイートされてたじゃないですか、なんかしてたみたいね。文春の新谷元編集長とかの、彼が言うにはファクトだって、ファクトだって言って彼はね。そうです、僕新谷さんめちゃめちゃ尊敬してて、かつて何回も飲みに行って、それこそ堀江さんとお前美濃は違うよとか言われても、いや出版文化において週刊誌っていうのは大事なんですって言い返してたぐらいの男なんですけど、やられたらマジムカついて。え、なんかやられたんでしたっけ。やられた、セクハラ不倫疑惑。僕やってもいないのに書かれるってあります。あれやってなかったんですか。やってない、やってないし。やってないの。これ配信してるんですか。してますよ。だからそれ前提の話です。詳細は、うん、相手の方いるんで言えないですけど、相手の方が、あれは文春オンラインに洗脳されて言ってしまって、箕輪さん悪くないみたいなことを急に言い出してるんです。っていうぐらい、文春が作りたいファクトを集めてるだけで。人間の認知能力って、意外と適当で、最近やっぱ LLM が出てきて、さらにそう思うようになったんですよ。めちゃくちゃいい加減ですよ、人間って。まあそうですよね。まあまあ、僕、検察に捕まって、いろいろこう証言させられるんだけど、その時も3年前とかのことなわけですよ。3年前のことなんか覚えてないじゃん、そんな細かいことまで。思い出変わるからね。あ、変わる変わる。それは脳科学的にそうですよね。俺ね、いつも例に出すんだけど、36時間のアドベンチャーレースって出てるんですよ。で、睡眠時間が足りなすぎて、24時間ぐらいすると幻覚を見るんですよ。本当に山の中に人の顔が見えたりとか、人によっては家が見えて、家から手振ってるとか、これが非常に鮮明に見えるんですよ。本当にここにいるんですよ。まあ、おっしゃりたいことはよくあります。わかりますよね。だから、幽霊って手足ないって、って言うじゃないですか、本当にはいないから、手足とかもどうでもいいじゃんみたいな感じで飛ばしてんだよね情報、はいはい、だから幽霊って手足がないし、本当にそこにそういうことがあったように記憶を変えられるってことですよ。しかも文春の悪どいのは、あいつらちゃんと頭いいし取材能力あるから、信じてるわけじゃないんですよ。10個のうち3つこのファクトをだけを選べばこいつ悪人にできるって言って7個をちゃんと取材して捨ててるんですよ。え、箕輪さんの場合は何だったのそれ。だからそれセカンドレイプって言われるから言えない。言えないんだ。あ、要はこれがすごい構造になってて、こう言うとそれセカンドレイプですよねって言われるから、この構造って一回なんか女性に言われたら絶対勝てないんですよ。セカンドレイプって言われるの。今だから流行ってるらしいですよ。僕、二人の起業家から聞きました。今、あれは同意してませんでしたっていう連絡が来る。裏に絶対反射的なやつがいて、ちょっと港区女子的な子に、お前なんか有名人とやったとかしないって、今、あれ同意じゃなかったって言えよって言ってて、で、週刊誌に行こうか悩んでるんだけど、話し合いしてくれたら、行かないでおくみたいな。いや、それでも再現ないでしょ、きっと。お金引っ張ったらね。そう。でも、普通の経営者としては、言われたら終わりだから、刑法でどうとかっていう話じゃないじゃないですか。レピューテーションリスクがあるから、ね。いやいや、そう。松本人志さんの件ってまさにそうじゃない、うん、そう。あれはだから、あえて刑事告発できない案件を選んでるよね。状況として、刑事事件にはいかないと。刑事事件だと多分証拠構造的に絶対勝てないと思います、勝てないっていうか、その、有罪にできない。有罪ではないですよね。でも、上場企業の社長とかテレビに出てる人はイメージが悪かったらアウトの部分ある。だってさ、あれ小沢くんが一番かわいそうだよね。まあ、なんか休養しちゃったね、別に小沢悪くねえじゃんみたいな。あと今田耕司さんとか今なんか言われてるの知ってます。今田さんが松本さんの件バラエティ番組で言われて、そういう人じゃないけどなって言ったら、俺あなたに女性献上しましたけどっていう売れない芸人みたいなやつが出てきて、なるほど。で今田も悪だみたいになってんだけど、ちゃんと切り分けた方がよくて、法律違反なのかエロい遊びが好きなのかって違うくないっすかみたいな、お二人はほらもともと文春に対しては厳しい。俺は箕輪くんと違って、そのセクハラなんちゃらでやられたことはないんですよ。とりあえず名誉のために言っときますが、なんか別のあった記憶が確か熱愛だけ。熱愛だよね。じゃあ、あれファクトじゃないんだね。いやファクトなんです、これが難しい。いやファクトなの。要はあお付き合いはしてたね。いや全くしてないし、まあ言いにくいな。そうなんだ。それ言うとまたなんかまあいろいろ、まあじゃあ特にそんな大したハレーションがない話で言うと、餃子屋とかそうだよね。餃子も
あれはまあ週刊女性とかがやってたんだけど、うんうん、あれも結局 TBS とかその週刊女性は10個あるうちの7個捨ててんのよ。例えばあの店主が書いてたブログとか見るに耐えないひどいものなんです。そこはもうスルーしてんのね。マスクしてこなかったやつは死刑だぐらいのことは書いてあるわけです。全く同じ構造です、うん、要はそれは友達はとか知ってるから、いやあれで書かれるのひどいねとはなるんですよ。僕の件じゃなくて一般論として、例えばその女性がそういう飲み会毎日のように行ってただったら印象変わるじゃないですか。まあね、それで怖いとかってないよねみたいな。でもそれを知ってても文章は書かないってことは選べるんですよ。だから同じで餃子屋がとんでもねえブログを書いてたっていうのはみんな知ってるわけですよ。でもテレビを見てるようなやつら知らないわけですよ。奥さんがあの件で精神を病んじゃって、嫁もいじめだって言ってんじゃん。あれは明らかにあの旦那が嫁をいじめてるよ。なるほど。すごい一言。実家に引っ込んだらしいんだよ。ああ、旦那から離れてね。あれ、よかったなと思って、それは。逆に。農会社と興味があったのは、まあ、ファクトを書くってのはいいとして、10あるうちの3つのファクトを選んでるっていう時点でバイアスがあるってことね。だって、これってすごい面白いですよ。全く同じ出来事を、うん、超この人を悪読してくださいっていうお題を与えるのと、滑らない話にしてくださいとお題を与えるのと全然違う文章ができると思います。だからこれね、別に週刊文春に限らず特捜部とかもそうなんですよ。検察とか警察ですら事件を作ろうと思ったら証拠捏造したりとかするんですよ。金儲け目当ての一週刊誌、全然モラルもクソもねえような超プライベートなその人の性的嗜好みたいなものまで暴露するとか、ただの悪趣味じゃん。悪趣味で人の趣味をこう覗き見てですね、それをあげつらって金を稼ぐ最低の集団なんですよ、あいつらは。なのでモラルなんかあるわけねえんだよ。証拠なんかね、適当なんだよ。あいつら別にさ、証拠不十分でこの件は確固たる証拠がなかったねとかって後で裁判で結構負けてんだよ、週刊文春って。なのにもかかわらず何の責任も取らず金だけ儲けてとんずらだよ。ひどい奴らじゃん。そりゃ警察とか検察の方がまだマシよ。嘘の証拠を捏造してるのバレたらもうその後処分されて出世の見込みとかなくなっちゃうからね。だからそれはそれで必死だよね。週刊文春はそれないからね。部数が売れれば何でもあり。これは週刊文春とは違う週刊誌なんですけど、一番ひどかったのは講談社の案件で、もうすごく具体的に恵比寿のウェスティンホテルのスイートルームでホリエモンが闇カジノに興じていたみたいな、そういう記事が出ました。ライブドア事件の時だったんで、みんなこれ本当だろうって多分思ったんだと思いますけど、なんでこんな記事が出るのかさっぱりわからないんで、俺ほんと酔っ払って記憶をなくして誰かに闇カジノに連れて行かれたのかなって思うぐらい、その日のアリバイとかまで全部調べたもんね。自分が自分を信じられなくなっちゃってて、あの頃はライブダ事件も含めてですけど、調べてみて、でこれは絶対ないなと確信できたので、その講談社、あとこれフライデーだったかな、僕訴えました。そしたら垂れ込みをしたおばさんがいたらしくて、その垂れ込みをしたおばさんが出廷するって話だったんですよね。そしたら期日にも出廷してこなくて、証人いませんみたいな、自分が嘘ついてること分かってるから、これ裁判出てきてそこで偽証したら偽証罪で刑事責任まで追及されちゃうんで、こいつ偽証罪ビビってこなかったんだと思って、証人が来ないってなんだよそれみたいな。